シュバイゲルン、シュバイゲルンは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州、ハイルブロン郡に属す小都市、シュトットガルト大都市圏の周焉部に含まれる。シュバイゲルンは、ハイルブロン郡西部、ホイヒエルベルクのふもとを流れる、ネッカーガーサガンの支流である、ライン川沿いに位置する。シュバイゲルンに隣接する、市町村は、東から時計回りに、ラインガルテン、ノルトハイム、 ブラッケンハイム、エッピンゲン、ケンミンゲン、マッセンバッハハウゼン、以上すべてハイルブロお及びハイルブロンである。シュバイゲルンは、マッセンバッハハウゼンと共に、行政共同体を形成している。シュバイゲルンは、中核地区のシュバイゲルン地区のほか、マッセンバッハ、ニーダーホフェン、シュテッテンアムホイヒエルベルクの各地区からなる。シュバイゲルン地区には、農場ラーヒエンヘフェ、 マリエンホーフ、レーマーヘーフェ、居住区、オベーレミューレ、ウンテーレミューレ、フロイデンミューレ、さらにビルケンヘーフェ、デルヒエンベルカヘーフェ、バルトベグヘーフェの地区がある。ニーダーホーフェン地区には、居住区、フックスベルク、オッティリーエンヘーフェが、シュテッテン地区には、居住区バーンホーフ、オベーレミューレ、さらにリケルスクリンゲンヘーフェ、ホルヒエンベルトヘーフェ、ホルンブシュヘーフェ、 ゾンネンベルクヘイフェ地区が属している。新石器時代及びローマ時代の出土品からシュバイゲルン地区に古代入植地があったことが指摘されている。シュバイゲルンは766年にロルシュ文書に初めて記録されている。13世紀に教会が建設されナイペルク家が町の歴史に登場する。1486年にこの町に市場開催権が与えられた。 1630年以後は何度もペストに襲われ多くの住民が犠牲になった。1690年にはプファルツ継承戦争によって当時のシュバイゲルン城が焼け落ちた。1806年にシュバイゲルンはビュルテンベルク王国に属することとなった。19世紀から20世紀にかけて繰り返し起こった大火で中世の中心部の大部分が破壊された。 1971年には、7月1日に、マッセンバッハが、9月1日、シュテッテンアム、ホイヒエルベルクが合併し、シュバイゲルン、シュテッテン及び、ニーダー,フォーフェ編には、それぞれ独自のプロテスタント教会組織がある。マッセンバッハについては、マッセンバッハハウゼンと共通の教会組織に属してる。これらの教会組織は、いずれもプロテスタントのビュルテンベルク地方教会の、 ブラッケンハイム教区に属している。リーベンツェラー・ゲマインシャフト、経験主義の教会組織は3つの教会組織を同一のグループとして扱っている。マッセンバッハにはプロテスタントの自由教会組織も存在している。カトリックのシュバイゲルン聖マルティヌス教会は、シュバイゲルンの達し鉄店、ニーダー・ホーフェン、ナイペルク、ブラッケンハイムの一地区をマッセンバッハハウゼン聖キリアン教会は、 マッセンバッハハウゼンとマッセンバッハをかつしている。新首都教会もシュバインゲルンにその組織を有している。シュバインゲルンの市議会選挙は二十三名の議員からなる。これに議長を務める市長が加わる。紋章の図柄、赤字に三つの銀色の玉木、上に二つ下に一つ、逆三角形状に配置されている。その縦型の上に金の降臨を背負い。 染めていない毛皮をまとった洗礼者、ヨハネ。その右手は髪型を指さし、左手は無垢な子羊を抱き、先が三つに分かれた銀の旗をつけた銀の十字型杖を斜めに握っている。死の色は赤から白である。赤字に三つの銀の冠はナイペルク博の紋章で1684年の封印にもこれが示されている。盾を持つ洗礼者ヨハネは、 シュバイゲルンの教会の守護聖人である。紋章は1591年以降の印象ではこの形であることが証明されているが、おそらく1512年には印象として確定したと考えられている。ところが1820年頃からの印象には3つの勘を描いた縦型のみが描かれ、ヨハネの姿はない。そして1959年にこの形で死の 紋章として確定したのである。したがって、シュバインゲルンの歴史的経緯としては縦型のみの紋章が適切なのであるが、通常は縦の保持者として、ヨハネを描くのが普通である。死の旗の色は、1925年に定められた。急墓地礼拝堂にある郷土博物館、カール・バーゲンプラスト博物館は、名屋でありシュバインゲルンの名誉市民でもあるカール。 バーゲンプラストが発掘した新石器時代から中世までのラインタール地方の考古学的出土品を展示している。TSV シュバイゲルンは1898年に体操クラブとして発足した。このクラブには歴史的な体操のほか、バドミントン、バスケットボール、チェス、及びレーンダートの種目がある。特にレーンダートでは多くの重要な選手を輩出している。 1992年にテニス部門 TC シュバイゲルン。1993年にサッカー部門 FSV シュバイゲルンが独立した。シュバイゲルンは屋外温水プールを有している。ラインタール動物園シュバイゲルンではドイツ最大のチンパンジーの群れを見ることができる。シュバイゲルン最大の企業はワルテルズナ GMBH&COKG で プラスチック製品の生産を行っており、シュバイゲルンでは500人以上の従業員がいる。シュバイゲルンとその地区には多くの中小企業が存在している。シュバイゲルンには、ハイルブロンからカールスルーへに通じる暗い日がう、鉄道の4つの駅がある。この鉄道は、カールスルーへの自然が通っている。また、連邦道 B293 号線沿いに位置している。 かつて計画されていたアウトバーン A45 号線への接続は1979年に中断された。シュバイゲルンでの出来事は日韓紙ハイルブロナーシュティマのラインタール版に掲載される。さらに街の多くの人々はシュバイゲルン市の広報紙でニュースを知る。さらにタウン市のレイントルヒッツにもニュース、特に文化とスポーツが掲載される。ハイルブロン群は シュバイゲルン市の主鉄ン地区に二つの人海集積場を運営しており、軍域の西半分を管轄していた。軍域の東半分は、エーバーシュタットの人海集積場が担当していた。しかし、2005年6月1日から法律上の位置づけが変更になり、もうこれらの人海集積場では、家庭ゴミは集積していない。この町のゴミは、ハイルブロンで、 分別処理されている。集積場の施設はリサイクリング施設として利用されている。シュバイゲルンのブドウ栽培は799年に初めて記録されている。栽培されている主な品種はトロリンガー、リースリング、ブラウフ・レンキッシュ、シュバルツ・リースリング種であるワイン用ブドウ品種の一覧参照。シュバイゲルンにはバーデンイコール、 ビュルテンベルク州で4番目に大きなワイン製造業者であるヒューカルバーグ・ケラーが本を置いている。その他に数多くある自営ワイン業者の中ではウィントグラフ・ホンネイパーグが知られている。シュテテン地区には3つのワイナリーと1軒のワイン、ソン製造業者がある。ビュルテンベルクワイン産地区分では全市がホイヒエルベルク地区に属す。2005年7月27日。 シュバイケルンにバーデンイコールビュルテンベルク州で初めての自然層の森が設けられた。2年後にはここに400人以上が葬られ1000人以上が契約を結んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。